こを通る人はあんまりいないかもしれないですね。パーキングエリアだったみたいですけどね。プールですかね。これ相当古いですね。これも屋根が落ちて、はい、やってきました。今日はね、吉島パーキングエリアに来てます。なんでもね、一般の車は入ることのできない、まあパーキングエリア以外は車で入ることができない場所があるんです。もちろんそこに人が住んでいて、交番があったり郵便局があったりとか、生活の営みが普通にある場所があるということで、というわけで皆さんよろしくお願いします。これが瀬戸大橋を支えているワイヤーですね。こんなに太いんですね。この一番上にワイヤーとこの吉島のパーキングエリアの、まあ、これ展望台とかあるんですけど、このね裏手にある道が島に行けるということなんですよね。わお、もうねすぐそこはねああいう感じで崖になってます。ちょっとこれから先がめちゃめちゃ楽しみですね。ちょっと歩いていきます。なんとなく道なりに進んでます。これから一体何が起きるのかちょっと楽しみですね。でね、この吉島なんですけど、まあ、瀬戸橋ができて、まあ、こういう形ですぐ行けるような形になったんですが、もともとはね船とかで行くような島だって、で昔はねまあ採石場とかそういうので結構栄えてたということなんですよね。結構これもすごいですね。よし、うわ、8がでっか。よし、結構ね、クモの巣がねあったりするんで、ここを通る人はあんまりいないかもしれないですね。むしろその島の中に氷があって行くっていうのもないと思うんですよね。お、こんなとこにカニがいますね。カニが激しいな。海からね結構離れてる。すごっ、片手がないですね。
しょ。うわ、普通にカニが着きましたね。なんか普通にカニがいるんですよね、道路に。すごっ。これ普通に食って食えるじゃないですか、カニが。カニアイランドということですか。ここもね、昔パーキングエリアだったみたいですけどね。ここが中学校のようですね。現在ここがやってるのかどうかもちょっとわからない感じですかね。どうなんですかね、やってるんですかね。人がそんなにいないんでね。この島さん、この車は動かなくなった車ですね。タイヤがパンクしてます、この古いお家もありますね。人住んでるかな。一応書いてるのは、この橋、瀬戸橋の耐震補強工事をやってるっていうことを書いてるんですね、これ。ここにいます。名前を書く。太郎。さあ、地蔵さんのお水の中にカニが入ってます。
もう管理者というか、もうこれをね、所有者が分からなくてここに置いてるような感じですね。まあでもこんだけお墓があるってことは、昔そんだけ人がいたってことですよね。プールですかね。プールみたいですね。小学校の。おそらく。相当古いですね、これも。屋根が落ちて、でその下にまたね、木が生えたんで、相当ね、古いんじゃないかなって思いますね、これ。で、さっきからね、見えてる向かいの島なんですけど、このね、白い建物なんですけど、まあ、リゾートホテル的な感じでなんかやられとったみたいなんですけど、どんどんね、その島に来る人も減って、で廃業しちゃったんですよね。で一応昔はね、ここは採石場だったっていうことで、7社とか8社ぐらい採石の会社があったんですけど、まあ今はね、減って1社ぐらいしかないってことで、でここの、この向こうの島に行く方法も自分の船とかで行かないといけないような感じになってます。で、これが唯一の交番ですね。中が物置みたいになってるんで、やってなさそうですね。
中までね、ツタがね、入ってパンパンになったんですよ、すごっ。まあね、これ本当に明治時代からとかそういう時代にあったような雰囲気のある建物ですね。になってきましたね。アミューズメント施設みたいなのがあったんですよね。で、2000年の14年かそれぐらいかな、まあ、ちょっとわからないですけど取り壊しになって今のね太陽光発電の施設になっとるという感じになってます。はい、ここにね本当に大きい遊覧船がねあったんですよね。当時の面影としてはないですね、ほとんど。あるとしたらまあこの船着き場ぐらい、船着き場ぐらいかなとは思うんですけど、船着き場とあのこの木ですね。はい、というわけで今日はねこういう形で終わらせてもらいますね。全盛期はね結構その吉島サービスエリアというか吉島リゾートですかね、なんかそういうのがあってちょっとアミューズメントパーク的な感じでやってたんですけど、それがねちょっと廃業しちゃってこの島自体もねちょっと寂れたような感じになってしまってね。はい、まあ、当時はすっごいね人気のある島だったのかなとか思ったり、はい、しながらちょっと街をね歩いていったんですけど、まあねちょっとここに来るまでがね大変だったんでね、本当にこの後ろのねトトロが出てきそうなこの茂みの中からやってきたんで、またねこれをちょっとまた戻ってパーキングの方に行って帰ろうかなと思います。はい、というわけでね今日はこんな形です。はい、毎回なんですけど皆さん本当にご視聴ありがとうございます。ぜひねなんかコメントとかあったらぜひしていただければ本当にありがたいんで、ぜひねお願いします。はい、というわけで今日もありがとうございました。それではこの動画がいいと思ったらグッドボタン
悪いと思ったらブロックっていうことをしてお願いします。